ペラペラ。この日本語を僕は以前もならない、私の友達の一応で、実況の話で話で旦那の発音はい、秒数です、すいません、あいこと、あいめし自由を開けてしましょう。もうこの方私の先生です。そうね、311日は台湾の大地震で、時は気に合う。そう、あ、子供です、我来公安山后啊，户口啊，开在户的，僕たち一緒にその辺の自由を返ってします。それはお金と311大地震的何と言います、年月券とあります。それから台湾の NHK テレビは僕たち一緒で、ありますね。自衛隊です。それからも反対も大体人数と150円です。もうみんなその真ん中とか後ろの大体150人ぐらい。あとは、お名前は？覚えて。あとはチャンス。それから、next week。あとチャンスありますのは、台湾で遊びに行きましょう。とてもいらっしゃいます。あ、本当ですか。台湾今暖かいですね。はい、あ、そうか。送ったら台湾のカレンコとこの海のそばに、ケイと日本へ同じです。なんと言います。同じの。じゃあこっち。ああ、いいね。寒いね。寒いですね。そう。これ方は僕の学生です。自由を勝ちに行くんで。
参加したんです。はいはい。天皇皇后両陛下、皇太子同妃両殿下、秋篠宮同妃両殿下および眞子内親王殿下には10時20分頃宮殿中央にお出ましの予定です。天皇皇后両陛下はじめ皇族方がお出ましになられた際には宮殿中央付近において大きな旗やのぼりなどを高く掲げないようお願いいたします。ただいま、おおよその時刻は10時10分です。天皇皇后両陛下はじめ皇族方がお出ましになり参賀の皆様にお答えになります。なお天皇陛下からお言葉がございます。その際は改めてご案内いたします。誕生日にあたり皆さんの祝意に深く感謝します。今年は春には東日本大震災が起こり、また秋には台風などによる大雨で多くの人命が失われました。被
災者のことを思うと心が痛みます。皆さんも心の重い日々を過ごされたことと察しています。そのような中で多くの人々が被災者のために力を尽くしていることを知り、非常に心強く思っています。厳しい年であった本年ももうわずかになりました。これからも私どもは被災者のことを忘れることなく、国民皆の幸せを願って過ごしていきたいと思っています。来たる年が皆さん一人一人にとり良い年であるよう祈っています。天皇陛下万歳。屋敷にまた行ってそう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 、分かったな。いやいやいや、
はい、ヘッド、機械あるね。さよなら。ありがとうございます。
接的困难，国际化的大城，大大城。哎，我知，我知。一家咩事，我发家了嘛。我们的原住民要在那里唱歌，穿那个服装唱歌，他允许我们可以唱歌，可是不能跳舞。然后我们要唱一个《福尔摩沙颂》，要经过人去听，所以你们可以下来的。我们等一下要过去那边，好不好？好。好。OK。我会叫人来叫你们。坐下，坐下。听伊嘛知影，日本人甲迄落啊，伊这什么坐车去甲咱迄落啊。Oh!
もうついちゃいこんべさん。もう終わりましょう。もう終わりましょう。最後。はい。さっきね、向こう許可で受けたのよ。あの、さっきのあの、ガードマンのトップの方にね。あ、じゃあ行こう。前面在这边。